は。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北九州市に住む小学4年の能見ニナさんです。家にあるのは数々の賞状。これらはすべてニナさんの作文や詩、俳句が高く評価され贈られたものです。枠に入れるのはもう大変になってきたので、そうですよね、枠だけつけて並べられるようにしたんですけど、すごい。何枚ぐらいあるんですか？50ぐらいです。初めての受賞はなんと2歳。出品したのは俳句です。2歳の時におばあちゃんとお母さんと3人で五七五の遊びをやっていた時に、私がポンと言ったのをお母さんが出してくれました。桜咲く早く行きたい幼稚園です。その後も遊びの一環で俳句を読んでいたニナさんでしたが、小学1年の時に本格的に創作活動を始めるようになります。新型コロナの影響で入学式が延期、そのまま休校が続き、7月まで学校に行けなかったことがきっかけでした。ずっと休みで家にいて何をさせようと思った時に、今後絶対出てくるけど学校では習ったことがないなって私が思うものをさせようと思ったのが作文でした。ニナさんの才能はすぐに開花。小学1年で書いた作文は JAXA が主催する宇宙の日記念作文絵画コンテストでグランプリを受賞しました。それも延期になった。ムーンカプセルっていうので50年後の宇宙生活っていうのがテーマで、おばあちゃんが膝が痛くって、その時に実はお母さんが月は重力が地球の6分の1っていうのを教えてくれたので、月の重力をカプセルに貯めてきて、これを膝に当てたらいいんじゃないかっていうので書きました。想像力が豊かなニナさん、一体どんな風に文章を生み出しているのでしょうか？イメージマップ、これはゴールデンウィークに1日お母さんと役を代わってお料理を作ったり掃除したりしてみた経験を書いたもので、洗濯をしたところとか、ご飯を作っ、目玉焼きを作ったり瓦そばを作ったりしたこととか、初め中、終わりに分けて考えて、起承転結で考えて、一つ一つの言葉も大切にしています。ニナさんの机には努力の証がありました。知っている言葉に付箋をつけていってて、1000を超えました。で、知ってる言葉をどんどん増やしていってるってこと？これはい、一番使っているのが類語辞典なんですけど、こういう言葉でやりたいけどこれに似た言葉はないかなっていうのをここで調べて、こっちで見てます。数々のコンクールに出品を続けたニナさんは、去年公益財団法人が主催する紙リサイクルコンテストの作文部門で小中学生697作品の中から最高賞となる文部科学大臣賞を受賞しました。友達50人ほどのアンケートで、紙リサイクルを実際にしていない人が多かったこと、自宅でリサイクルできる雑紙をゴミとして捨てていたことに注目。雑紙入れを作ったところ、ゴミが減ったという結果を文章で表現しました。すごい驚いたし嬉しかったです。もう小躍りしてました。緊張した面持ちのニナさんが訪れたのは北九州市役所。竹内市長にある提案をするためです。この度文部科学大臣賞をいただきましたので、ご報告に参りました。いつか大臣賞を取ったらお会いしたいと思っているので、紙のリサイクルをさらに拡大するため、北九州市が
雑紙を回収する専用の袋を作るという提案です。形もこれぐらいだったので、ええ、これで試作品を作ってみました。あ、そうですね、これですね、素晴らしい。あ、そういうこと、すごいきめ細かい、そうなんですね、これでね、はい、あ、読ませていただいて、検討しますね、はい。チャット GPT など人工知能で文章が作り出される時代、皆さんに創作の魅力について聞きました。複雑な気持ちとかそういうのも表せるので、そこが好きです。そっちの方が私的には気持ちがこもってるような気がするので、そんなニナさんの将来の夢、想像はつきますが聞いてみました。作家になりたいです。小学校までに賞を100ぐらい取りたいと思ってます。